26歳、会社員。クリスマスイブに休日出勤してたら、同じく休日出勤していた同僚の A、同い年の男性から、クリスマスプレゼントだよって薄くて四角い物を渡された。A とは同期なので、そこそこ話すこともあったけど、それだけの関係のつもりだったので、え、いいよ。私だって用意してないし、って返そうとしたら、いいのいいの、俺の気持ちだから、って謎の微笑み。なんだ君が悪いと思いつつ、とにかく忙しかったので受け取って仕事に戻った。帰宅後開封したら歌手のシングル CD だった。いい歌だと思うけど興味ないし、どういうつもりでこれを私に?と頭の上に、を乗っけてたら、いいタイミングで仲良しの同僚女性 B から電話があって、こんなことがあったんだけどなんだと思う?って聞いてみた。そしたら爆笑されてマジだったんだ。受ける。で、詳しく聞いてみたら、なんと、交際の申し込みのつもりだったみたい。A は、B とその多数人に対して、私は、絶対自分に気がある。今彼氏いないみたいだし、今年は、二人も後輩が結婚して焦ってるはず。今なら絶対受けてくれる。で、その数日前の飲み会。私は欠席で息巻いてたそうだ。B とその他は、私が A を意識してる風には、全く見えないけどって言ったら、俺には秘策があるって。この CD を渡す計画を話したんだそうな。なぜそれが秘策?って B が聞いたら、君だけの HIRO なんて繰り返し言われてコロッといかない女はいないって真顔で言ってて、笑いをこらえるのが大変だったらしい。なんだそれ?A が、私だけの HERO になるってか?マジやめてほしい。第三者なら爆笑者だが、当事者からしたら、迷惑通り越して気持ち悪い。ゾゾゾゾゾッとする。かといって、同じ職場で働く者同士、どうやって断ろうかと考えに考えて、翌日 CD 聞いてくれた?って聞かれたので、ああ、あの歌嫌いだから聞いてない。返してもいい?って言ったら、あれを嫌いな女がいるなんて信じられん。そんな感性の女は無理だって言われた。結果オーライなんだけど、あの歌が嫌いなんじゃなくて、あの歌に気持ち悪い意味を持たせるお前が嫌いなんだよと言ってやればよかった。それにしても CD 聞いてくれた?の後、どんなシチュエーションを思い描いていたんだろうか。自分語り失礼。私は3人兄弟の真ん中で、上に姉、下に弟のいる次女。幼少期、私の服はほぼすべて姉のお下がりだった。長女長男である姉と弟は新しいものを着ていた。小学生の時、周りは真新しいランドセルなのに、私は2歳しか違わない。姉のお下がりだった。姉は新しいものを買ってもらった。中学生の時、私は姉の制服を着て、姉は新しく買ってもらった。別にうちは貧乏ではなかったと思う。習い事は、ピアノも学習塾も、私がやりたいと言ったものはさせてもらえていたから。単に、衣類などの買いが利くものに関して、次女にお金をかけたくなかっただけだろう。中学校の頃、我が家では、定期テストで上位50位以内に入れば、お小遣いが出るという決まりがあった。私は、母に褒めてもらいたくて、勉強を頑張ったので、どの教科でも上位に入れた。姉と弟は、私ほどは勉強ができなかった。私だけ、数千円、一教科千円のお小遣いをもらうことに、ある時から、姉と弟が文句をつけ始めた。はじめは母も、文句を言うなら勉強して、私くらい上位になれ。とたしなめていたんだけど、途中から、次女へのお小遣いが煩わしくなったんだろう。私だけ、上位50位が上位10位になり、それでも頑張って入り続ければ、1位になれば、と条件が変えられていった。中3の頃には、条件が5
5教科総合1位になっていた。私はどれだけ頑張っても1000円しかもらえなかった。高校進学の時、どうしても姉と一緒の高校だけには入りたくなかった。一緒だとまた制服がお下がりになるから。幸い勉強はできたので、姉と違う県下一の進学校に進んだ。それなのに、母はその高校に通う姉の友達から制服を譲ってもらって、私にそれを着なさいと言った。実はその高校では私が入学する年に少し制服のデザインが変わった。だから姉の友人は譲ってくれた。あの時目の前が真っ暗になった気がした。みんな新しいデザインのものを着ているのにどうして私だけ。制服のプリーツスカートなんて着古していてテカテカしていてすごく恥ずかしかった。始業式、終業式などの行事以外は制服着用必須ではなかったから、ほとんど私服で登校した。その私服も半分くらいは姉のお下がりだったが、大学受験の時もそう。姉は国公立は受けず、推薦で次第に進んだ。うちは貧乏ではないが裕福でもない。私は次第を一切受けず、国公立だけだと決められて、必死に勉強して旧帝大に進んだ。私は法学部だったので、医学部と違い参考書なんかは結構安価。でも、自分で買いなさいと言われていたので、バイトして自分で揃えた。それなのに、弟は専門学校に進んだ。学費は私の倍以上したし、参考書なんて、一冊10万円のものなんてザラで、すべて両親が買い与えていた。弟はバイトすらしなかった。その頃には、もう自分は親に嫌われているわけではないが、姉や弟のようには愛されていないんだな取り返していた。就職して数年、結婚式の披露宴の時、よくある演出の親への感謝の手紙を私は書けなかった。産み育ててくれたことはありがたいと思うが、お母さんが大好きとは全く思わない。今我が家は、姉はフリーター、独身。私は上場企業正社員、既婚子持ち。弟はニート引きこもり、独身。嫌な言い方だが、私は大企業の総合職なので、同年代の中では高給取りの部類で、子供の頃に与えられなかった自分だけのものが好きで、衣類や生活にも結構お金をかけている。夫は、私の収入ですることに関してはいろんなし、生まれたばかりの子供に母がいとこ、母の姪、私より10歳以上年上で、その子供ももう中学生から、お下がりをもらおうかと言ったけど、即断って自分でいろいろと買い揃えた。もちろん里帰りもしなかった。自分でも母のことをどう思っているのかわからない。今更愛してほしいとも思わないけど、心のどこかで期待しているような気もする。母のことを考えると、胸のあたりが苦しくなる。確かに、私は、作詞子や法治子ではないし、両親は毒親にはほど遠い。世の中、もっとひどい環境で育った人がいることは分かっているのに、どうしても母を許せないと思う自分の心の狭さに、我ながら呆れている。